皆さんこんにちは。前回の動画で3年かけて仕立て直した赤松の1年目のご紹介をしました。今回はその次の年2年目の剪定の様子をお伝えしようと思います。3年前の初めての手入れの時はこのような状態の木でしたが、1回の手入れでここまで直すことができました。1年目は樹勢を気遣いながらの剪定でしたが、2年目は基本的な骨格を直していきます。この枝を落としてくる、これ、うん、これとね、はい、これもだな、うん、した方がいいんじゃないかな、はい、ちゃんと切れよな。前回の剪定で負けてしまって枯れてしまった枝も少しあるようです。樹勢をおもんばかりながらの1回目の剪定というのはこういうところが難しいですね。あまり強く木を攻めすぎると木が負けてしまいます。これ以上木が弱らないように今回の剪定では少し葉っぱを多めに残すことにします。ああ、枯れ葉全部つったけどちょっと調整した方がいいぐらいか。垂れっぱも少しは残すけど、まあでも、まあ、軽く取れるのだけ取るぐらいな感じだね。わかりました。うん、あまりにもこの枝が、うん、ちょっと混んでね、広がってるし、どうなんだろうな、こいつは大事かどうか、はい、あるからいらないんだ。これどうですか、こいつ。どれ、あ、それ、はい、もうこう、かなり広がって出てるし、あ、こことここ同じなんですけど、くっついてみたいな、窮屈そうな、うん、うん、ここで外しても、うん、うん、いいね。上からやんなきゃダメか。これ抜いちゃおうかな。抜きたいけど間がねえんだな。うん、それ抜くか。これがから、これもな。いや、これ抜くんだったらこれ元手でいいんじゃないかな。それほど、これか、これが生きてんのか。そうだね、もうちょっと様子見るか。まだただ、このぐらい、この
だな、強い木だと思う。どれ？でも行けないな。あ、立ち枝？はい、切り戻しておけばいいじゃん。あ、どうぞ。はい。あ、どっちみちだってこれ中に入ってくる枝じゃん、細いけど、はい、だからもう切るならもうここで切って。あ、ここで。うん、そ、うん、だってそれ強いもん。いや、うん、そうそこそこ、うん、それしかねえや。これもちょっと立ってるね。これもダメだ。こっちが生きてくれよな。はい、うん。中面打ってもダメな。ああ、本当ですね。ね。ちょっと。で、こういう目先さ、はい、もう必ず抜いといて。ああ、わかりました、うん。ちっちゃいけど。うん。こういうの。うん、その芯を抜いちゃって、あ、芯っていうか、うん、蜜を抜いちゃって。うん。そうしないと中が吹いてこないから。あ、はい、うん。細かいけど、それをやっとかねえと中がいつまで経っても吹かねえんだ。外で外行っちゃうんだ。その処理にちょっと困った。あ、そう。クロマツジュとこう、そういう芯がすごい目立ったらいいかもしれない。そうそうそう、芯だけがね、強いんだよ。だからその勢いを逃がしとかねえと、そっからまた先へ伸びようとするからさ、はい、うん、それを一回いじめとかねえとダメだ。そういうふうには教わんなかったけどね。目つむなぐらいのこと言われてたけどさ、いいんじゃねえみたいな。よく触るなぐらいに。そうそうそう、そんなこと言ってっからさ、どんどん間延びしちゃった。今はもうなかなか自信がなかったんだよ。いや、気候も変わったんじゃねえの。そういうの変わる。うん、じゃねえの。だって実際俺が若造の頃はさ、はい、やっぱり枯れそうになっちゃったことあったもん。赤松やってさ、はい、だから言ったろうみたいに言われたことあって、はい、うん、確かにそういうことはあったけど、時代は違うんだ。気候が違うんだ。去年あんだけノコギいたの。うん。おとなしくする。な。まあ、それで調子乗りすぎてもあれ。うん、そうなんだよ。だからさ、俺も不安だった。今日来るまで大丈夫だったかなと思って。だいぶ落としました、ね。だいぶ落としたもん前回。大丈夫かっていうぐらい。結構な太いとこ行った。これいるかな。まずはどうなんですか、この時期の方がやっぱいいんですかね。あ、この時期がいい、うん、2月がいい、うん、一番いい。これはここが来てんのか。こいつか。これ枯れ枝先に取らねえと失敗するな。そういい枝ぶりだなんつってさ、残しとくとさ、あ、実は枯れ枝だったみたいな。これもダメだ。かぶってみるとがっかりする時ありますね。そう、うん、枯れ枝先取んないけど、これ痛い目に遭うな。見てるとやっぱ吹いてますね。うん、でもあんまり中が吹いてねえな。先ばっかり。うん、まあしょうがねえかな、このくらいはな。これやっぱ繰り返していけば。ああ、だんだん吹いてくるよね、中はね。
だ枝先の勢いを止めといて待つしかねえな。戻せるとこはなるべく戻して、降りるタイミングがあったら一、はい、回休め。ちょっと一回眺めてみて、はい、これだけちょっと垂れすぎかな。これ元で、うん、元で切ってもらおうかな。方向はいいんだけど、うん、いける。雨が止んで少し日が差してきました。まだまだ整理したい太い枝もたくさんありますけれども、いっぺんに切ると木も傷みますので、少しずつ年数をかけて整理していくしかありません。外側いい感じじゃん。いい感じな。前回の手入れでダメージを受けた部分も少し見受けられますから、攻めすぎてはいけません。それ？それさっき迷ったとこだべ。それさ、元で行っちゃったらよ。これ、ここです。え？違う、もっと元。これか。え、もっと元。そこ、そこだよ。なんか、そっか、そうだべ。そっからおかしいんだから。はい。来ちゃいます。うん。なんか、そんな気がする。それとさ、はい、その隣、それも多分、ちょっと今変な、きちっと切ってくれよ。あ、はい、
その隣も、隣先切った方が切りやすい。そうそうそう。そうそうそう、それ先に。やってると、うん。やっぱおかしいものはおかしいですね。うん。おかしい枝がね、枝先がおかしきゃもう元がおかしいんだよ、大体。うん、いいじゃん。全然いいじゃん。問題ないっす。これいらねえんじゃないかな、これ。これ元。どう？ああ、そうですね。いらないと思います。もうここから。うん。これいらねえ。あ、それ、もうちょっとよく見て抜いてくれ。先にやる作業を後にやるとそういうふうに透けすぎちゃう。先に抜く枝を抜かないと、枯れ枝とかちょっと透けちゃったで、さっきより。
高田君そこの左側だけちょこっと出てんだよな。あこっちこっち左、俺から見て左。あこっちですか。うん、あそれのちょい行く。それそれ切り戻せれば、はい、さっき言ったのもあなんかやりかけじゃねえのか、なんかピョンと出てんな。出てない。濃いところから先が出て、はい、出てるな。じゃあ戻します。うん、いやこっちから見れば平気なんだけど横から見んとね。先生いいとこ見せてくださいよ。こんななってるってと絶対どっかいらない枝があるってことです。いらない枝だらけじゃねえかよ。よく見りゃ分かんねえ。これダメだ、ちっとも切ってくんねえよ。取り出してから2回しか切ってない。これでだいたい2年目の作業は終わりです。中の方まで日が入るようになって、次回は少し目数が増えるのではないかと思います。ここまで道筋はつけられたので、この先の手入れは若い衆に引き継いでもらおうと思っています。次の動画でその3年目の剪定の様子をお伝えしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。